に侵入した麦わらの一味は待ち構えていた海兵1万を強行突破。ついにロビンが捕らわれている四方の塔に到達する。しかし CP9 の司令長官スパンダムによってロビンはすでに連れ去られていた。二人が監獄へと続く航路の入り口、正義の門をくぐってしまえばもはや救出する機会はない。ロビンにかけられた回廊石の手錠を外す鍵を見つけ、一刻も早くスパンダムに追いつくために、麦わらの一味は手分けして CP9 に挑む。狙撃軍もまた CP9 の一人ジャブラと対決するが、騙し討ちを受けて傷を負い、絶望的な苦戦を強いられていた。何をしてんだ俺は。瞬殺だ、楽に死ね。子羊が一匹でさまよい歩くもんだから、見ろ、恐ろしい狼に食い殺されるんだ。さあ終わりだ。殺さないで、お願い、あんたの鍵いらないから。バカ、てめえも次に死ぬんだよ。さあ死ね。誰だてめえは。カリウド。三軸、やっぱり俺には。ここは任せろ。おめえにできねえことは俺がやる。俺にできねえことをお前がやる。選手交代か。お前がいればロビンちゃんは救えんだ。行け、ソップ。あっぱれだ、お前のような男を。待って、助けてやってくれねえか、ロビンのやつ。あいつは昔生き別れた。とは。神は食物を作り、悪魔が調味料を作る。少し絡みが引きすぎだな。存分に暴れさせてもらおうか。キキキュートウリュウ。の野郎、丈夫な男じゃ、呆れたもんじゃわい。鍛えてあんだよ、キリンじゃ。キリンじゃ、わしはキリンじゃ。わしをバカにしとるとただじゃすまんぞ。高えとこから物言いやがって。てめえ、自分が倒れる姿すら想像もしてねえタイプだな。図が高え。貴様もじゃ。まだまだ見せてはおらん、キリンという野生の底力はな。王城はいい、見せてみろ、三刀流奥義。全世界鬼切り、鬼切り、鬼切り、鬼
あいつに手こずってんのか。手貸すか。いや、俺があいつを止めるから先に行け。ロビンが待ってる。そうはさせんと言ったはず。すごい、てめえも能力者だったのか。まずお前を消そう、フランキー。忘れたか、麦わらのルビー。ガレーラの屋敷でこの姿の俺にひとつきにされたことを。ああ、あれ肉食ったら治った。頼むの、ジェットバズーカOh!
デブリ、お前何やってんだよ。起きろ。ゾップ、お前来てたのか。勘違いすんじゃねえぞ。俺はロビンを助けるためにここへ来たんだ。お前の顔なんか見に来たわけじゃねえ。おい、こら、 CP9 のボス猫。さあ、俺様が相手してやる。かかってこい。おい、やめろ。バカか、やめろ。ウソップ、殺されるぞ。黙れ。じゃあ死に損ないのお前に何かできるってのか。こいつは俺がぶっ飛ばすんだ。だったらすぐに立てよ。ここが地獄じゃあるべし。お前が死にそうな顔すんだよ。みんなで一緒に帰るぞ、ルフィ。当たり前だ。飛んでくる弾を使えばあっちまで飛べそうだな。どうした？敵が少ねえぞ。いや、そうか。みんなが止めてくれたんだな。お前はここで終わる。無駄に抗うな。見せてやる。このジェットピストル。今度はあっちに逃げた。止めろ。ユバンドガン。
政府の思考を邪魔するあの女は地の果てまでも追って俺が消し去る。闇の正義の名のもとに。ここからロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。見せてやる。やろ、チェッパピッコロ。逃げなきゃ助からねえんだ。ダメだ、体がよ、全然動かねえ。バカ言ってんじゃねえよ。敵は倒したんじゃねえか。第一支柱に一斉崩壊よ。麦わらのルフィを直ちに抹殺せよ。ルフィが危ねえ。ルフィ、ルフィ助け。何か手はねえのかよ。下を見る。誰だ、誰なんだよこの声。誰、なんだこりゃ。下を見ろって。ルフィへ飛べ。ルフィー、ルフィー、ルフィーを海へ落とせるか。任せて。海へ、海へ、海へ。メリーゴーに乗り込め。メリー、迎えに来たよ。さん、とんでもねえ奴らだ。世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。うわっ、おい、なんだ、どうしたんだ急に。急にも何も、これが当然なんじゃねえのか。メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろ。おっさん、やべえ、メリーがやべえよ、なんとかしてくれ。ずっと一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんか遠に超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。分かった。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。
ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがねえ。どう思う？そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリーゴー。みんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、ベリー。俺家事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。穂も破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんスーナーな。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。メリー号に別れを告げた麦わらの一味はウォーターセブンに身を潜めた。その地で伝説の船大工の弟子フランキーの手により麦わらの一味の新しい船が完成。港に堂々たる姿を現した。うおー、でっけー、かっこいい。さあ乗れよフランキー、俺の船に。へえ、生意気言うんじゃねえよ。ハリボテ修理しかできねえどうしろとどもめ。出航の日より遡ること数日前、麦わらの一味は未だ帰ってこないウソップについて話し合っていた。船長が威厳を失った一味は必ず崩壊する。一味を抜けたけじめをつけない限りウソップを許すことはできない。そんなゾロの言葉に他の者たちはウソップを迎えに行きたい気持ちをこらえるしかなかった。ウソップの最初の一声が深い謝罪であればよし。それ以外ならもう奴に帰る場所はない。そうだな。出航までまだ何日もある。黙ってあいつを待とう。しかしウソップが現れないまま日は経ち、海軍に追われるようにして麦わらの一味は出航を決めた。どういうこと？なんで船が出てんだよ。ちょ待てよお前ら。俺様がまだここにいるじゃねえか。おーい喜べ、俺だぞー。
おい、なんとか言えよ。いい加減にしろ、お前ら。スザンプが呼んでるよ。聞こえねえ。何も聞こえねえな。なんだよ、本当に俺と別れようってんだな。そうかい、そっちがその気なら最後に一つ言わせてもらうぞ。ごめん、意地張ってごめん、俺が悪かった。今更みっともねえんだけども、俺一味をやめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえかな。ダメかな。頼むからよ、お前らと一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れてくれ。ルフィ、バカ野郎、早く捕まれ。バカはおめえだ。かっこ悪いわね、あんたたち。やっと全員揃った。さあ冒険に行くぞ、野郎ども。シッシッシッ。